はようございます。英語講師の中根秀人です。今日は孫正義先生について。孫正義先生がいかにすごいかわかりますでしょうか。実は去年孫先生は去年2012年ですね、東北の高校生たち300人を無償でアメリカの大学に留学に行かせています。そしてその高校生たちに向けたメッセージを YouTube に残していただいています。大変素晴らしいメッセージです。私は思いました。このメッセージはもっとたくさんの人に知ってもらわなければいけない。日本のそして人類の歴史に残るスピーチだと思っています。孫先生がスティーブ・ジョブズのことをとても尊敬していることを私は知っています。スティーブ・ジョブズ先生はあの有名な大学スピーチ、1000万人以上の方が YouTube 上で視聴しています。しかし孫先生のスピーチはまだ3000人です。あまりにも少ないと思います。それはことさらに多くの人に宣伝をしていないからだとも言えるわけですけども、いいものはいい、私はそう思います。実はこの孫先生のスピーチ全て英語です。原稿なしに英語で自分の思いを語る、すごいことだと思います。そこで孫先生のスピーチを書き起こししました。文字にしました。実はそれを私のサイトの方にアップしましたので、ぜひ皆さんの目に留まればと思っています。そして私はもう英語の先生ですから、何度も見返しているうちに発音のミスに気がついたんですね。私のパートナーのロバート・テリーにも、ロバート・テリー先生にも見ていただきました。発音の間違いが5箇所あったと言っていました。実はこれはすごいことなんです。逆に言えば5箇所以外の部分は全部確かに正しい英語です。普段日本語を話している私たちからしたら分かります、英語はやはり難しいです。その英語を何も見ずにそらんじてみせる、そらんじるというよりはその孫先生の考えそのものなわけです。それを英語で、なので敬意を持って孫先生がどこをミスをしたか孫先生にお伝えしたいと思いました。私が孫正義先生の先生になります。孫先生はとても高学心あふれる方です。さらに高みを目指している方だからこそ気づいたものがさらに高みに、そうするべきだと思っています。
前置きが長くなりました。ではその5箇所がどこか、明らかにしていきたいと思います。ソン先生のスピーチ、ソフトバンクリーダーシッププログラムサマー2012、それぞれに数字を振りました。私のサイトに数字を振った文章が書いてありますけども、その数字に沿って説明していきたいと思います。まずは第1章第1節、一番最初ですね。コングラチュレーション、ここで失敗しました。では第1章第1節、こちらの単語です。コングラチュレーション、コングラチュレーション。孫先生は一番最初におめでとうございますという言葉として Well, congratulation という言い方をされています。ただ感動詞として、つまりおめでとうございますと相手に投げかける言葉としては、一般には実は複数形なんです。Congratulations、 Congratulations。 実はこの単語については私なりにいろいろ調べました。厳密には単数形でも複数形でもどちらでいいとも言えるような気もします。ただアメリカ人であるロバート・テリーが直感的に、いやこれは複数形だと言っているので、それを採用します。そうですね、日本語でも友達と遊んだ、友と遊んだ、まあどっちでもいいんですけども、表現としてピンとくるのは友達と遊んだ、普段こう使う人の方が多いと思います。意味的には一緒なんですけどね、しっくりくる、来ないっていうのはあるのかもしれません。もちろん説明としてコングラチュレーション単数形よりもコングラチュレーション複数形の方がたくさんおめでとうございますっていうニュアンスが込められるということは一つ言えるとは思います。何よりまあしょっちゅう使う言葉ですから、コングラチュレーション複数形っていうのを意識して言うと、最初のあるいは最後の言葉ですから、相手の心にもよりストレートに響くんじゃないでしょうか。では次の単語いきましょう。第1章第2節よりプログラム、プログラム。さあ、まあプログラムの単語ですけども、これはシンプルなミスだと思います。実は孫さんはプログラム、プログラム、後の方の母音ですね、エアっていうのを発音してしまっています。これはまあ単なるミスだと思います。まあうっかりっていうのは誰でもあることです。でこれはまあこれまでにしまして、次の単語いきましょうか。3つ目の単語です。第2章第1節より、シティ、シティ。これも正しくは複数形だと思います。シティ、シティーズ。この文章が津波アタックスザシティーズアンドザタウンズ、後ろのタウンズ複数形であるってこともありますし、
あの悲しい出来事はたくさんの町と都市を飲み込んだということからも、まあ、いずれも複数形でなければいけないと思います。もちろんこれは英語を話す日本人全員に共通した言い間違い、誰もが間違えるミスです。つい単数形で言ってしまうんですよね。で、後で頭の中で理屈で思い出して、あ、違う違うってことで複数形で言い直す、非常によくあるケースですので、これは私自身も肝に銘じなきゃいけないなって思います。では4番目の単語いきましょうか。第3章第2節より、 Ourselves、 実はソムさんはこの単語 Ourselves、私たちですから複数ですよね。セルフっていうふうに単数で受けて発音してしまっています。これも単数と複数の混同の例に当たると思います。よくわかります、うっかりはします。これはみんなで気をつけていきたいと思います。では、最後の5番目の単語ですね。これは The States、 The States、 アメリカ、米国という意味での単語です。で、実はソンさんは正しく言えてるんですけども、この第4章第1節のここで The State、 The State 単数で読んでるんですね。まあこれも簡単なミスです。複数気をつけ忘れる。あ、もう一つ単語ありましたね。6つ目の単語、これをミスと呼んでいいかどうか、ただまあ例としてあげましょう。こういう単語が登場しました。第7章第2節より、ハビー、ハビー、まあ趣味という単語ですね、これを孫先生はハビー、ハビー、このように発音しています。何が違うか分かりますかね、正しくはホビー、ホビー、孫先生はホビー、ホビー、実は間違えとも言い切れなくてですね、孫先生は実はイギリス式で読んでいます。ただ留学先がアメリカですし、孫先生はアメリカ式で全体を読んでいます。となりますと、やはりここも違和感のポイントなわけですね。これは知らず知らずに言っている可能性もあります。オーワという、イギリス式ではオーが、アメリカ式ではワ、ここもまあ肝に銘じたいところですね。さあ、このようにファビーを入れたら6つミスが見つかったわけですが、ロバート・テリー先生はむしろ孫先生、孫正義という男はすごいってことを言っていました。例えばこれは日本人のほとんどがつい言えない単語なんですけども、16とか UC、日本人が何間違えるか分かりますよね。16歳は16と普通言います。日本人は UC も UC、 そう、英語で C の日本語の、まあカタカナでよくそういう形式になっているからなんですけども、 C を C で発音をしがちです。 UCカリフォルニア大学のことですけども、あとそうですね、 LR の関連する単語より Race、 人種という意味での単語です。 R、
が単語。これも非常に美しく発音できるとしているとロバート・テリーは言っていました。孫正義先生のスピーチから気がついた点、まずは気がついた点は以上です。ただ何より私が感銘を受けたのは、間違いをそのまま出すということの大切さなんです。もちろんさらに時間をかけて、あるいは編集をすれば孫先生のことですから直すことはさほど難しいことではなかったと思います。ただこれはまあ個人的なことになってしまうかもしれませんが、孫先生が間違えてくれたからこそ私はこのビデオを撮る動機が生まれたわけです。前に進むってそういうことだと思うんですね。人間ですから間違えるのは当然です。間違えるから間違いに気づいて直そう、そして前に進もう。大事なのは 100% であることではありません。 100% を目指すことです。孫先生のこの編集の一切ない、途中で切るところの一切ない、原稿を読まないこのスピーチ、非常に私は感動しました。ですからさらなる高みを目指していきましょう。ありがとうございました。いえあおうあう、舌の先が歯茎に最も近いいの舌を下げるとえ、舌を最も下げるとあ、舌の奥を少し上げるとお、舌の奥をさらに上げるとう、そしてえとあの間がや、おとあの間はわ、つまり舌はまるでブランコのように、いえやあおおうと動きます。さらにあとあについて、顎を開くとあ、顎を閉じるとうとなるわけです。そしてこのあの音が弱音になるとあの記号となります。あは弱音のあです。あは強音のあですので、アクセント下線がつきます。あ以外の母音はすべて強音です。ようやく本題のプログラムに戻ります。プログラムにはプログラムの他にプログラムという発音が存在します。ロバート・テリー先生はプログラムが一般的な発音だと思っていました。そこでプログラムと比べてプログラムの孫正義先生の発音がエノートっぽいと感じたのでした。プログラムのエアの音は、えとあの間の音ですので、それを私が、えの音っぽいの趣旨を勘違いして、プログラムと孫先生が発音していると早とちりしたのが間違いの原因でした。動画収録後、間違いに気づき、ロバート先生に説明したところ、間違いに関して、私の解釈で合っている、とのことでした。ただ間違い方がとても面白かったので、間違いも含めて発表しました。
楽しかったです。何より改めて感じたのは孫正義先生の凄さです。すなわち複数形を除けば発音のミスはなかったのです。孫正義先生の素晴らしさが多くの方に伝わればと思っています。孫正義先生の熱いメッセージ、長時間お付き合いいただきありがとうございました。